はい、19歳ラララさんです、まだ一度も男性から告白されたことがありません。告白された気分を味わってみたいので、お二人それぞれカメラ目線で告白してもらえないでしょうか。告白したことある。だから俺な、そういうなんちゅうの、体育館裏に呼び出してとか、なんか面と向かって告白みたいなのもしたことないよね。多分世代的に俺らの時でもポケベルとかあったやん。あった。多分ない世代がそういうことをしてたと思うね。呼び出して好きですみたいな。そう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 。やっぱ俺ポケベルで言ってたもんね。マジで俺結構ちゃんとするからね。え、してたの？うん、付き合ってくれへんみたいな言うで。あのブスのマミちゃん。お前誰がアヒル飼ってた。誰がアヒル飼ってたの？ブスのマミちゃん。飼ってたやん、アヒル飼ってた。アヒル飼ってたんや。クリスマス前に盗まれたアヒルや。食べられたよ。どこかの食卓に並んでやってたよ。なんてやろお前、アヒル、お前。溺れてたアヒルや、お前。川でアヒルが溺れてたやろ。俺助けに行ったやろ、それお前。西野が助けて。いや、マミちゃんがその川遊びさせてあげるっていうことで、アヒルを川遊びさせたんやけど、流れが強くてアヒルが流れていってもらったらやばいっつって。俺がこの時助けに行ったよ、アヒルを。なんで流れが強いところにアヒルを遊ばせるんだよ。アヒルも流れ強いとは言え、こう泳げると思うから、こっちも。流されていたから、俺やばいよって俺追っかけたんやから。誰がブスのマミちゃんや。言ったよ、好きやでっつって。あ、言ったもん。好きです、付き合ってくださいって。面倒向かって。うん、付き合ってくださいって言ってると俺、そういう時結構敬語だから俺。あー、なるほどね。俺だからこんな。一回もないの。もうな、ほんまにないかね、そういう。むつきちゃんはむつきちゃんもそもそも先輩から取ったやろ。お前もクソやな、ほんまに。チッチはチッチもなぁ、どうやったっけな。だからその、付き合ってくれ、好きやで、付き合ってくれとか俺だ、あの、用意周到派なんですよ、うんうん、だから、臆病、ある意味臆病やから、うん、もう絶対にいけるっていう時じゃないと。でもその付き合ってって言わないとその始まれへんやろ。だってあとまあやらしいけど、これ何回かあったのは言わすやな。ああ、あの言ってもらうように持っていくやな。 ある人はね、なんで言ってくれないのって言われたことあるわ。どういうこと？どうして付き合おうって言ってくれないの、もういがんしてくんないみたいな言われたことある。誰？原さん？違います。酒井さんです。ダメですよ、もう今のもう